さて、動物たちにも昼飯を食わせてやんなきゃなっと。だから、すまない。ん？この声は。私はやはりあなたの気持ちに応えることはできない。やっぱりつぐみか。もしかしてあいつまた告白されてんのか。しかも相手はまさかの。そうですか。やっぱり私じゃダメなんですね。やっぱり女子かよ。それにほら、私たちは女同士だ。いろいろと難しいんじゃないか。そんなの、愛があれば関係ありません。桐崎さんとは恋人のように仲良さそうにしてるじゃないですか。私がお嬢と恋人のように。本当か、そう見えるのか。そこは喜ぶとこじゃねえだろうが。何やってんだあいつは。それとも、つぐみさんは他に好きな方がいるんですか。別にそんなやつは。やっぱりいるんですね。それは。はっきり答えてくれないと諦められません。つい聞き耳立てちまったけど、これ以上はまずいよな。とりあえず一度教室に戻るとするか。そーっとそーっと。あら、ラク、あんた確か動物の餌やりに行ったはずよね。ん？ああ、また後で行ってくるわ。ふーん。だけど、つぐみの好きな人か。くぅ、ちょっと気になるぜ。よ、つぐみ、今日は一人で帰りか。見ればわかるだろう。お嬢の護衛はクロード様に引き継ぎだ。貴様こそ恋人なのに一緒じゃなくていいのか。あいつはクラスのやつと買い物に行くんだと。お前も行けば。いや、私はいい。お嬢たちの買い物に付き合うといつも試着やらなんやらでおしゃれを強要されるからな。確かに、何を着ても絵になるからな、こいつは。そういうわけで、私は帰るぞ。じゃあな。ああ。えい、貴様、なんでついてくるんだ。誤解すんな。俺もこっちのスーパーに用があるだけだ。なんだ、貴様も夕食の買い出しか。そういうこと。もしかしてつぐみもか。まさか貴様と同じ店に入ることになるなんて。そんなに嫌なのかよ。嫌というか、そんなところをもし誰かに見られたら。いやあ、これは意外な組み合わせだね。あ、ちとげの親父さん。こんばんは、ラックン。それにつぐみも。ボス、なぜこんなところに。自分たちの暮らす町だからね。時折こうして歩いては町の様子を見ているんだ。それにしても、君たちが二人で買い物とは。つぐみとも親しくしてくれているんだね。誤解です、ボス。私はこんな奴とは決して仲良くなんかありません。そう無気になって否定してはラックンがかわいそうじゃないか。すみません。ラックン、つぐみもちとげと同様に私の大事なファミリーだ。そのつぐみが楽しく学校生活を送れているのは君のおかげでもあるのだろう。ちとげともども、つぐみのこともよろしく頼むよ。うっす、わかりました、ボス。おっと、そろそろ行かなくては。それじゃあ失礼するよ。お疲れ様です。
くりした。まさかちとげの親父さんと会うなんて。つぐみもやっぱ親父さん相手だと緊張するんだな。当たり前だろ。私にとってはお嬢のお父上である以前にビーハイブをまとめるボスなんだから。そうは見えないよな、あんな優しそうなのに。貴様がお嬢を裏切れば嫌でもあの方の恐ろしさを味わうことになるさ。まあその前に私が貴様を始末してしまうかもしれんがな。いきなり怖えこと言い出すなよ。だが普段はあの通り優しい方だ。お嬢と年が近いせいか私なんかのこともよく気にかけてくださってな。へえ、こいつがこんな顔するとはね。それだけ信頼してるってことなんだろうな。さて気を取り直していくか。ん？スーパー貴様も行くのだろう。一緒に行ってもいいのか。もうボスにも見られてしまったしな。今回は特別に許してやる。上から目線なのは気に入らねえが、まあいいか。親父さんからお前のことも頼まれちまったしな。な、別に私は頼んでなんかないからな。へいへい、早くしねえとタイムセールが終わっちまうぞ。覚えていろよ一条ラック。ん、こんな時間にメール、一体誰から。ラクエ、今週の土曜日空いてるか。空いてるよね。うん、分かってる。久しぶりに男だけでカラオケ行こうかって話があってさ。お前もいろいろとストレス抱えてるだろうし、思う存分発散しようじゃないか。じゃあまあ詳しい時間とかはまた後で。シュ、まあいっか、土曜暇だし。はいはい、オーケーっと。男だけのカラオケか、楽しみだな。おー、スラク、青春を謳歌しとるかね。俺は今日もラクが面白いことになるのを楽しみに待ってるからな。お前本当に俺の友達か。おーし、それじゃあ英文の小テストを返していくからな。名前を呼ばれたやつから取りに来いよ。はーい。くそ、我ながら復習が足りなかったからな。今回はちょっと自信ないわ。入崎。はいはーい。はい、さすがはアメリカ育ち、当然の100点だな。ふふ、まあね。ちとげちゃんすごい。そう？わからないところがあったら何でも聞いてね。ちとげのやつ相変わらず勉強できるな。次、一条。うっせ。うん、良くもなく悪くもなくか、相変わらずだなお前は。へい。情けない男だな一条楽。よくそれでお嬢の恋人面ができるものだ。うるせえ、そういうお前はどうなんだよ。余裕の満点だ。さすがにやるな。まあ貴様がこの程度ではお嬢も恥ずかしいだろう。仕方ない、私がお前の間違った箇所を教えてやってもいいが。その貴様がどうしてもと言うならな。マジか、つぐみ教え方うまいし頼めるか。そうか、私は教え方がうまいか。ではいいか、まずこの問題は。なんだ、ちゃんと聞いているのか。ああ、聞いてる聞いてる。そうか、なら進めるぞ。近い、毎度毎度つぐみは距離が近いんだって。
小野寺というものがありながら俺は何をドキドキとって我ながらまたこのパターンかよ。おいぼーっとするな、真面目に聞け。え、な、何を。私の話をだ。まったく、もう少し真剣に取り組んだらどうだ。お、俺のためにやってくれてるのに悪いな。誰が貴様のためか。これはそのお嬢のためだ。勘違いするなよ。わかったわかった、そんな心配すんなって。本当にわかっているのか。ならばいつか私の前で再テストを受けてもらうとしよう。の、そういう目的があった方が俺もやる気が出るな。うん、なら飴とムチをやろう。貴様が満点を取れたら好きな願いを一つ叶えてやる。へえ、言ったな。ガゼン燃えてきたぜ。その代わり一問でも間違えたらお嬢とは別れてもらう。いいな。リスクが高え、高すぎるよ。そのくらい真剣にやれということだ。マジかよ、俺がミスしてチトゲと別れたらビーハイブと秀英組が戦争を始めちまう。まあせいぜい頑張れ、死ぬ気でな。英語の小テストにこの町の命運がかかってるなんて。